一杯の紅茶紅茶とは、摘み取った茶の葉と芽を胃腸させ、揉み込んで、完全発酵させ、乾燥させた茶葉。もしくは、それをポットに入れ、沸騰した湯をその上に注いで抽出した飲料のこと。なお、ここで言う発酵とは微生物による発酵ではなく、茶の葉に最初から含まれている酸化酵素による酸化発酵である。日本語の紅茶の語源は、 その抽出液の水色から、また、英語のブラックティーはその茶葉の色に由来する。茶及びティーの語源は、茶の高酸性以下では水色を、青みのカラーを表す、水色と一般には紛らわしいため号茶の湯の水色と統一して表記する。紅茶は、伝統的に、中国で栽培されていた茶の木の葉から作られていたが、1823年に、 インドのアッサム地方で、高木になる変種のアッサム茶が発見され、以後は、インドやスリランカなどでは、アッサムの生産が、盛んになった。ただし、ダージリン等では、基本変種の栽培も、各地で行われており、また、両者の交配も進んでいるため、産地のみでいずれの種類かを特定することはできない。なお、苦労なるとは、栄養繁殖で増やしたという意味である。 種子によって繁殖する未生と区別するための故障であり、園芸品種や育種上の系統を表すものではない。基本変種とアッサムチャの交配種と説明される場合があるが、これは誤りである。クローナルとはあくまでも繁殖方法を表す言葉である。したがって、基本変種のクローナル、アッサムチャのクローナル、交配種のクローナルが存在する。 アッサム茶は基本変種より渋みを示す成分が非常に多いと言われており、一般にアッサム茶または広廃種の方が安価である。スリランカ高地の紅茶プランテーション紅茶の最大の生産国はインドで、ついでスリランカ、さらにケニア、トルコ、インドネシアと続く。中国は茶の生産全体ではインドとスリランカの間に入るが、 緑茶と区別した統計がないため、詳細は不明である。一般に高い標高の、冷涼な環境で栽培されるものには、香りの優れたものが多く、強い日射の低地で栽培されたものに味に優れ、茶の湯の水色の濃いものが多いとされる。ダージリン、ウバ、キリマンなどは前者に、ルフナ、アッサムは後者に入る。一般に、前者のものが高価である。 近年では強い渋みを好む中近東地域で低地産紅茶の消費が増えている。スリランカでは生茶工場の標高により1219メートル以上のものをハイグローン、610メートル以下のものをローグローン、その間のものをミディアムグローンと区別している。収穫期によっても品質は変化する。ダージリンティーの場合一番茶の取れる3.4月には 香りの優れた緑がかったもの、続く5.6月には味、香りともに優れたものが取れる。7.8月の雨季には、香りの内定品質のものとなる。9.10月に取れる秋茶は主に、ブレンド用とされる。セイロンティーの場合、産地により、最高品質の茶が取れる季節が異なる。例えば、ウバは7.8月、ディンブラは1.2月となる。 栽培次の条件を満たす地域が茶樹の栽培に適するとされる。収穫期に乾燥した日内寒暖差の激しい日が続くと後期に優れた茶葉が得られるともと言われる。また茶樹の栽培から茶葉の収穫にかけて人手がかかるため安くて良質な労働力が求められることも重要である。茶樹は病虫害や 気候の変動に比較的よく耐える植物であるが、良質な茶葉を生産するためには、専門の管理士の指導のもと、比較的人手のかかる作業を含む管理が必要である。収穫茶の収穫は通常人手で行う。通常ハサミなどは使用しない。枝の先端の芽と、その下2枚の葉までを摘む方法が理想とされるが、実際はもう1枚下の葉まで含めて摘む方法が、 一般的になっている。高級茶葉の中には一芯一葉つまみもあり、チップを多く含んでいる。紅茶の製造は以下の工程からなる。生産以上10年玉と木古い分10年、発酵乾燥簡単に言ってしまうと、収穫した茶葉を放置し、しおれさせた後に揉みつぶして、また放置、茶葉が褐色に変化したところで乾燥させる。という工程の並びになる。 しおれさせる工程を胃腸、もみつぶす工程を10年、茶葉が活色に変化するのを待つ工程を発酵と呼ぶ。従来は茶葉の形状を残し、針状にまとめたものが一般的であったが、近年では10年の際茶葉を摩擦し細かくしたものが増えている。胃腸を浅くしたブロークンタイプのものや胃腸前の茶葉を裁断して作るものもある。 生産茶の生産については、紅茶の生産節を参照。胃腸継ぎの工程での加工のため、茶葉に含まれる水分量を調節する工程を胃腸と呼ぶ。実際には、胃腸棚に生茶葉を広げ、通風環強化で18時間程度整地する。通常茶葉の重量が、元の茶葉の55%に減少するまで行う。この操作により、茶葉は、 柔軟になる。また、この際胃腸口を生じる。香りの強いダージリン紅茶の場合は、この胃腸を強くし、茶葉の重量が元の40%になるまで行う。一方、茶の湯の水色に重き多く、CTC 紅茶では胃腸を弱くし、茶葉の重量が元の70%になったところで次の工程に入る。10年10年とは、 胃腸の終わった茶葉を40分程度かけて揉みつぶし、細胞膜を破壊することで紅茶の成分を抽出しやすくすると同時に、茶葉中の酵素やカテキンを浸出させ、酸素を供給して、自工程の発酵を開始させること。一回の10年で、すべての茶葉を揉みつぶすのは困難なため、以下の2工程が追加される。玉時と古い分10年により、 会場となった茶葉を溶きほぐし、細かくなった茶葉をふるい分けする工程。通常機械を用いて同時に行う。細かくなった茶葉は次の工程を飛ばし、発酵の段階で元の茶葉と合わせる。最0年30分程度かけて、再び10年を行い、茶葉の形状を整えるとともに、10年を完全にさせる。 発酵茶葉中に含まれる酸化酵素の作用を利用して、カテキン類を酸化発酵させる。実際には、気温摂取25度、湿度95%の部屋に2時間程度整置する。この際、茶葉は褐色に変化する。乾燥十分に発酵した茶葉を加熱し、茶葉中の酵素を失活させることで発酵を終了させるとともに、 60%近くある茶葉の水分量を3%程度にまで減少させる。紅茶の香り、色、味が最も充実する旬に当たる時期をクオリティシーズンという。茶葉の仕上げの茶葉形状で分類したものが等級である。一般に紅茶の等級区分というが、それは茶葉の大きさと外観を表すだけで品質の良し悪しを表したものではない。 したがって味や香りを保証するものではない。茶葉の大きさや10年に差があると抽出時間にばらつきが出て味に影響が出るため揃えているものである。国際的に統一された規格ではないため同じ東級でも産地によって形状に違いがある。ティーバッグその他通常より茶葉が大きかったり新芽や若葉が多く含まれていたりする場合他と差別化するために OP1 など、等級名に1をつけるなどする場合がある。もともとは茶摘みにおいて、枝の新芽と、そのすぐ下の赤葉2枚を摘む一心二葉つまみという、手法をとっており、一葉と二葉をそれぞれ摘んで、成茶されていた。そのため一葉を、オレンジペコ、二葉を、ペコと呼んでいたが、現在では、 この摘み取ったものを一部を除いて一緒に加工されているため茶葉の区別がなくなり茶葉の部位ではなく仕上がり時の形状を示す言葉となっている。なお特に高品質の茶葉として以下のものが出回っている。これらの等級に関してはオウムネインド政府紅茶局が認定はしているが元々はサインやディーラーさらにはバイヤーが茶葉の細分化を図る目的。 および品質の良さをアピールするために独自につけたもので基本的にチップの種類や含まれる量によって決められる感がある。従って本来のリーフ形状によるグレーディングの範疇をいささか逸脱した感もある。チップを自然乾燥させたものをシルバーチップ10年の際に出る発酵成分を含んだ液に染まることで乾燥後に金色に光るものを ゴールデンチップという。ゴールデンチップを多く含むと、茶の湯の水色も濃くなる傾向がある。さらに、トゥグファップ1やスフトグファップ1など最後にワンを付けたものもあり、これはナンバーワンというような意味である。また、チップの実を集めたものが、シルバーチップやシルバーニードルの名称で高額に取引される。一般の紅茶とは、かけ離れた味、風味、 茶の湯の水色を持つものでありマニア向けである。味も香りもほとんどなく茶の湯の水色も淡いと誤解されることが多いが、これは一般の紅茶と同じ抽出時間しかかけていないためである。十分に味や香りを引き出すためには15分から30分、あるいはそれ以上の抽出時間が必要である。オリジン T1 地域で、生茶や加工が行われた茶葉のみで地域名で、 製品化された紅茶をオリジンティーという。ブレンド消費者の思考に合わせて異なる、原茶を配合し、一定の品質と価格を保つように製品化することを、ブレンドと呼ぶ。なお、一般家庭で複数の茶葉を混合することはミックスと呼ぶ。ブレンドには、大きく分けると二通りあり、異なる産地のものを合わせる場合と。 同じ産地で違う菜や違う日にちに採取した茶葉を合わせる場合がある。また香料やその他の方法で茶葉に香りを定着させたり、ハーブやドライフルーツなどを混合したものは着工茶と呼ばれる。大手メーカーの商品にブレンドが多いのは安価で安定した茶葉を広く流通させるためである。以下によく知られるブレンド名を示す。 着工茶着工茶には香料を茶葉に吹き付けたものや、ハーブやドライフルーツなどを茶葉に混ぜ込んで着工したもの、香りの強い物質から茶葉に香りを吸着させたものなどがある。品質の良くない茶葉に商品価値をつけるために着工することが少なくない。前述の産地名のついたブレンドの中には、紅茶の香りを人工的につけた粗悪なものもある。ブレンド前の茶葉を、 ブレンドに対して、エリアティーと呼ぶことがある。アッサムの茶葉、インドでは、基本変種アッサム茶の両方が栽培される。代表的な産地として、アッサム、ダージリン、ニルギリが知られる。セーロンティーの名前で知られる。ウバ、ヌワラエリア、リンブラ、キャンディルフナノゴ地域をまとめて、セーロンファイブカインズと呼ぶ。セーロンティーは、サエン。 工場の標高位置によっての3つに分類される。基本変種の紅茶として有名なものには、キモン、ウンナンなどがある。これらは、インドやスリランカのものと比べ茶葉が細かく、砕かれていないものが多い。渋みが出にくいものが多い。いぶしたような香りのするものもある。また、アールグレーなどの着工紅茶に利用される場合も、ある。アフリカでは、ケニア、タンザニア、マラウイ、 モザンビークなどで生産されているが、その多くがブレンド用である。ケニア産のものは比較的良質と言われる。1876年に紅茶用茶樹の種子が導入され、鹿児島県、福岡県、静岡県、東京に紅茶伝習所が設けられ、紅茶に適するワッサム茶と基本編集を交配し、国産紅茶品種を作り、紅茶の製造が始まった。 昭和30年代半ばまでは1500トン以上生産されていた。1971年の紅茶輸入自由化以降、国内の紅茶生産は壊滅状態となったが、現在では静岡県及び長野県、三重県、奈良県、滋賀県、山陰地方、九州地方といった地域で生産された国産紅茶が若干量流通している。 これら国産品を和紅茶と呼称している事業者もある。また杉の葉を加工して紅茶の名称で販売されている商品もある。紅れない誉れ、初もみじ、くない香りといった紅茶向け品種もある。生産者により品質のばらつきが多い傾向がある。やぶきた等の緑茶用品種から作られるものは渋みや苦みが少なく口当たりが柔らかい反面、香も淡いものが多い。 ベニ風紀等の紅茶用品種から作られるモニノは、インドやスリランカの紅茶に匹敵する強い味と風味を持っているものもある。一方、沖縄県では、紅茶生産に適する原料となる、アッサム茶の生産に適する位置から、1958年にアッサム茶の生産を試みた記録がある。定着はしなかったが、2000年より再度生産を開始。 琉球紅茶のブランド名にて、有機、無農薬栽培などの付加価値をつけ、苗木から選定したブランド化をスタート。自治体と取り組み本格的な生産に乗り出し、近調琉球紅茶産地下事業が2008年ジャパンブランドに認定。同年、中小企業庁地域資源育成事業にも認定され、国外の販路も視野に入れた、高品質な国産紅茶の本格的な生産を、 開始している。静岡市では、静岡市ブランドとして、マリコ紅茶を登録し、研究機関を置いて、発酵茶の普及にも尽くしている。紅茶の会は2002年から、毎年、地紅茶サミットを開催している。地紅茶とは、国産紅茶のことで、紅茶の会の藤原一揆により提唱された。ここで、国産とは、日本産だけを指すものではない。 レモンの輪切りを添えたアイスティー茶葉を熱湯で抽出し、その抽出液を引用する。抽出の方法にはいくつかの種類があり、入れる人ごとに、おののの決まりがあると言われている。好みにより、砂糖、ミルク、レモン、ジャムなどを入れて飲むが、口述するようにこれは、茶の湯の水色の定食に影響する。ティーバッグを使えば、手軽に紅茶を楽しむことができる。さらに、 シナモンなど入れて飲んだりすることがあり、独特の風味や味を楽しむことができる。これはシナモンティーという。紅茶とミルクを合わせたもの、いわゆるミルクティーを入れる際に、ミルクを先に入れるか、紅茶の中にミルクを落とすかが、紅茶好きの間では常に議論のためになる。イギリス王立科学会が2003年6月24日に、レポート、ハウスメイク、 A パーフェクトカップオブティーで冷たいミルクを先に入れた方が良いと発表したが、これは熱い紅茶の中にミルクを注ぐとミルクのタンパク質が変質し風味を損ねてしまうことが科学分析の結果明らかになったというものである。しかし、イギリスでミルクといえば低温殺菌牛乳が主流であるため、おそらく低温殺菌牛乳のミルクを使った場合の話と考えられる。 また、ミルクを先に入れるべきとの根拠として熱い紅茶を上質な薄手の茶器に注いだ場合、熱によりヒビが入る可能性があるため冷たいミルクで緩和するというものがある。しかしこれもあらかじめ茶器を温めておくことにより回避は可能である。他にはミルクを先に入れた方が入れたミルクの量がわかりやすいという根拠もある。延茶式で入れた。 紅茶紅茶の入れ方には大きく分けて、塩茶式、煮出し式、煮込み式、露過式の4つが知られている。塩茶式ポットなどの容器に茶葉を入れ、熱湯を注いで蒸らし、茶葉を露別して抽出する方法。家庭における一般的かつ本格的な方法と言われる。ティーバッグを用いる場合もこれに分類される。19世紀にビートン夫人の表した火星書。 ザブック・オブ・ハウス・ホールド・マネージメントによって、英国式、ゴールデン・ルールと言われる紅茶の入れ方のスタンダードが、確立され、改定されつつも現代に至るまで受け継がれている。美味しく、紅茶を入れるコツは、良質の茶葉を用い、新鮮な組み立ての水を用意し、あらかじめよく温めておいたティーポットに茶葉を入れて、緑茶の場合と違い、十分に沸騰させた湯をすぐに注ぐことである。 ポットが冷めていては沸騰した湯も冷めてしまい、茶葉の旨みが抽出されにくいので、冬場は特に手を抜かないでおきたい。茶葉を十分に蒸らし、葉が開き切ってから、ティーカップに注ぐ。ポットは蓋付きのものを用い、ティーカップもあらかじめ温めておくと良い。抽出時間は、BOP などの粉末状の茶葉なら2分以内。 OP 以上の茶葉の形が残っているものなら3から5分が良いとされる。あくまで目安なので好みで調整すると良い。なおジャンピングが美味しい紅茶を入れるために必要か否かについては議論が分かれるところである。日本ではプランジャーポットを用いることがある。プランジャーポットとは円筒形のガラス容器に弁がついたもので茶葉と湯を容器に一緒に入れ。 抽出後に弁を押し下げて、茶葉を押さえつけながら、紅茶をカップに注ぐものである。本来コーヒーの抽出用具であるが、日本ではむしろ紅茶抽出用と思われている。日本以外でも、紅茶抽出に用いられることがある。煮出し式鍋や釜に湯を沸かし、茶葉を入れてそのまま煮出した後、茶葉を露別する方法。煮出す時間は、普通30秒程度。 煮出している最中は蓋をすること。鍋一つでもできる、比較的簡便な方法ではあるが、一度に多量に抽出できる上、抽出時に変化が与えやすく、応用の効く方法である。また、ロシアやトルコなどでは紅茶を入れる、菜の湯沸かし器として、サモアールが伝統的に使用されてきた。サモアール上部にはティーポットが据えられる構造となっており、 ポットが加熱され続けることにより茶液が濃縮される。煮込み式、煮出し式に似ているが、水の代わりにミルクを用い、抽出に比較的長い時間をかけるもの。インド茶絵がこれに当たるが、はっきりとした定型がなく、煮出し式との区別は難しい。多くの場合、多量の砂糖とスパイスが入る。またミルクを使った煮出し式と比較すると、煮出し式は、 茶葉の香りを飛ばさぬようミルクが完全に沸騰する前に火を止めるが煮込み式の場合はあえて何度も煮返して水分を飛ばし茶葉の香りよりはミルクの濃厚さとスパイスの香りを重視して作る場合が多い店頭では常時沸かしっぱなしになっていることが多い露過式茶こしや寝る袋に茶葉を入れ上から熱湯を注ぐ方法この時に寝る袋を 抽出液に浸ししたり、茶葉を絞るなどの操作が加わる。上から熱湯を注ぐだけでは、色付きのお湯程度にしかならず、逆に揉んだり絞ったりすれば非常に濃い紅茶となるが、いずれにせよ良い方法とは言えない。多量の砂糖とミルクを添えて、味をごまかさねば飲みにくい白物である。世界各地には、様々な紅茶の楽しみ方がある。日本喫茶店やカフェにおいては、 コーヒー、ココアと並ぶ飲料メニューとして存在している。また飲む直前に、家庭や店舗で入れるものの他に、工場で大量生産される缶、ペットボトル入り紅茶も増えてきており、手軽に飲めるようになっている。ホテル等では、英国式のアフタヌーンティも提供される。日本のティーバッグは、紐付きで、茶葉の量が少ないティーカップ用が一般的であるが、最近はイギリスで、 一般的な大型マグカップ用の円形で、紐がついていないタイプも、輸入食材店等で販売されるようになってきている。季節によって、多少のばらつきはあるものの、ストレート、ミルク、レモンの3種類の飲み方が、一般的であり、砂糖が別に添えられ飲む人の好みによって加えられる。ハーブティーや、果物のピールなどを加えて、香りを楽しむフレーバードティー。 リンゴや桃などの果汁や香りを加えて、味を楽しむフルーツティー、好みのジャムを加えた、ロシアンティー、インド風にスパイス等を加えに出した、チャイなども飲まれている。また、寒暖の差がはっきりしている気候のため、冬はホット、夏はアイスで飲まれることが多い。喫茶店やカフェなどで、エスプレッソコーヒーと同様に茶葉を高圧で抽出した、紅茶に、ミルクでアレンジを加えた、 ティーラテ等のメニューも登場している。アメリカ合衆国アメリカ合衆国では圧倒的にコーヒーが飲まれるが、コーヒーはホットで飲まれることがほとんどで、冷たい飲み物としてはコーヒーよりもアイスティーがよく飲まれる。今日飲まれているアイスティーの発祥は1904年のセントルイス万国博覧会で販売していたホットティーが 猛暑のためなかなか売れず、試しに氷を入れて販売したら、大盛況になったのが、始まりとされている。また、レストランなどで、ホットティーを注文した場合、シャバではなく、ティーバッグと、お湯の入ったポットが供されることがほとんどである。イギリスおよびアイルランドイギリスのアフタヌーンティー紅茶は、イギリス文化を代表する飲料とされ多くの国民が、日常的に飲む。通常は、 ミルクティーで砂糖を入れる人もいる。英国の家庭では来客にまず紅茶を勧めることが良いマナーとされている。紅茶はイギリスでは家庭やカフェで主に飲まれる。客はティーのおかわりを勧められた場合断ってはならない風習があり、1日に5から6杯以上飲むことも多い。イギリスといえばアフタヌーンティーなどが有名であるが、他にも ベッドティーと呼ばれる置き抜けに紅茶を飲む習慣がある。格式のあるホテルや使用人がいる家では、ルームサービスとして指定した時間にベッドサイドまでお茶を運ばせるが、一般の家庭では、主人が奥方にサーブするのが習わしとされる。また、アフタヌーンティーなどをしているゆとりのない階級の人々は、午前中には、イレブンジズ、午後には、 ミッデーティーブレイクと呼ばれる休憩時間に紅茶を飲んでリフレッシュしている。一般の家庭やパブ等ではティーバッグをマグカップに入れる場合がほとんどである。もちろんティールーム等の専門店やホテルなどにおいてはティーポットに茶葉で入れソーサー付きの茶器で供されることもある。なお、イギリスで一般的なティーバッグは丸型で紐がついていない。 四角形やピラミッド型のティーバッグもある。抽出後はスプーン等で取り出す人もいるが、取り出さない人も多い。UKT カウンシルによると、イギリスでは1日に1億6500万杯の紅茶が消費され、コーヒー消費量7000万杯、日の2倍以上となっている。また、イギリスで飲まれる紅茶の96%はティーバッグで入れられ、98%が、 ミルクティーとして飲まれている。産業革命時代に労働者の空腹を紛らわす目的で労働者階級にまで普及したため、濃いミルクティーに砂糖を入れて飲まれることもあるが、全体としては少数派となっており、砂糖なしで飲むのが一般的である。また、イギリス軍のレーションにはティーバッグが付属している。フランスフランスではコーヒーがよく飲まれ、 実際国民一人当たりの紅茶消費量はイギリスの10分の1程度でしかない。が、イギリスの紅茶が労働者階級にまで行き届いた日常性の高いものとすれば、フランスでの紅茶は普及が進まなかったため、逆にブルジョアジーの文化として定着した。ドイツ基本的にコーヒー文化圏ではあるが、来たドイツを中心に紅茶も一般化しておりよく飲まれている。 ドイツとオランダにまたがるフリースラント地方の紅茶が有名で、オランダ東インド会社が西暦17世紀初頭にもたらした紅茶が短所であった。ドイツ茶業同盟では2016年の紅茶消費量が1人当たり300リットルであったが、これはドイツ全土の平均値の11倍に相当する。ドイツでの飲まれ方はホットのミルクティーが主流で、 ビールのようにグラスに注がれて出されることがある。カフェインの取りすぎを忌避する健康志向から、ハーブティーも普及している。トルコ移民が多い関係から、トルコ紅茶も市販されている。レストラン、また宿泊施設の朝食ビュッフェでは、ティーバッグが用意され、家庭では茶葉で楽しまれることも少なくない。ポーランドレモンティーがよく飲まれる。ミルクティーは、子供の飲み物と思われており、 カフェなどのメニューにミルクティーは乗っていない。インド植民地時代にイギリスの影響を受けて独自の喫茶文化を発達させた。チャイと呼ばれる非常に甘い煮出し式、ミルクティーを飲む習慣がある。中国、香港中国では茶に何も加えずに飲む。清新房が好まれるため、紅茶を飲む場合も基本的に何も加えずに飲む。また、紅茶は五行説では、 熱気の飲み物とされているため、人によっては暑い時期を避け寒い時期だけ飲む。香港ではイギリス流のアフタヌーンティーも盛んであるが、庶民はエヴァミルクと砂糖をたっぷり入れた香港式ミルクティーやレモンを3分の1個分ほど使ったレモンティーを特にアイスで楽しんでいる。また、塩王茶というコーヒーと合わせた香港独特の飲み物もある。 有名なブレンド、アールグレーは、グレー伯爵が気に入った、香港の紅茶の味を、ベルガモットのフレーバーを用いて再現したものである。中国の茶に対する価値観では、茶葉の出来具合や仕上げの技術で茶の良し悪しを評価するため、茶葉をブロークンやダストに刻んでしまう紅茶は、あまり評価されない傾向がある。チベット中国雲南省などで作られる煎茶を煮出した。 ものに、バターと、岩塩、プンドードンモや、チャイドンと呼ばれる筒型の容器に入れ、攪拌して作る。バター茶とも呼ばれ、チベットでの重要なビタミン C 摂取源である。どちらかというと、味はスープに近く、主食のチャンパを練るのにも使う。モンゴルやブータン、ネパールなどでも、同様の習慣がある。ロシア17世紀以来、中国方面から、 緑茶や煎茶を輸入していた、ロシアの紅茶の入れ方は、煮出し式の項で触れたように、サモワールの上にかけた夜間で濃く煮出した紅茶を、グラスの4分の1程度入れ、お湯で薄める方法をとる。そのため、使われる茶葉は、色が濃く出て、苦味渋みが少なく伸びの良さが重視される。反面、煮詰める段階で、香りは、飛んでしまうので、 英国式と違い香りは重視されない。数と分ずつ強されたジャムをスプーンですくって舐めながら紅茶を飲むのが作法とされている。これは寒い地方で紅茶にジャムを入れると茶の温度が下がり体を温めるのに適さなくなってしまうことが理由の一つだと言われている。日本において一般にロシアンティーといえば紅茶に直接ジャムを加えたものとされているが これは、ロシアと比べて比較的温暖なウクライナやポーランドの習慣である。カレリア地方などの辺境地域では、故意に紅茶の受け皿に紅茶をこぼし、口にあらかじめ核砂糖等を含んだ上で、受け皿から紅茶を飲み干す習慣がある。砂糖を溶かさずにかじるのは、ロシアでの伝統的な砂糖が固く溶けにくい、天才糖の塊だからと言われる。トルコトルコ紅茶。 トルココーヒーと関されるように一般にはコーヒーのイメージが強いが、コーヒーは高級品であり、紅茶が身近な飲み物になっている。真ん中がくびれた細身のガラスコップが紅茶用の器とされており、飲食店で頻繁に見ることができ、商店や企業などでの接客でも用いられる。過去にアップルティーが流行ったり、ハーブティーなども売られているが、 現在一般に飲まれているチャイは普通の紅茶である。蒸気のように二段式の夜間が用いられ、下段で湯を沸かし、上段で紅茶を抽出する。下段は上段を保温する役目も果たす。もし紅茶が濃くなりすぎたら、湯を適宜継ぎ足して濃さを調節する。トルコで出されるチャイは渋みが強いため、角砂糖を多量に入れて飲むことが多い。 アラブ1679年、イギリス東インド会社が、ロンドンで初めて、ティーオークションを開催し、サンタルの中国産のボヘア茶が、競売にかけられた。ボヘア茶は中国では粗悪な茶として扱われていたが、イギリスでは、これが珍しい茶として扱われ、後世の紅茶につながったと言われている。1712年頃には、イギリス東インド会社が、 中国茶のヨーロッパへの輸入を独占するようになった。1717 17年には、トーマス・トワイニングが、紅茶専門店、ゴールデン・ライオンを開業して、成功を収めている。また、1765年には、いわゆる砂糖革命が起き、中産階級への普及が進んだ。1773年には、イギリスがフランスとの、戦費調達のために重税を課したのに反発した。 英領アメリカのボストンの住民がイギリス船の茶箱を海に投棄するボストン茶会事件が発生している。1823年、イギリスはインド北部のアッサム地方へのビルマ支配に対抗してイギリス東インド会社の軍隊を送って制圧。この戦いにイギリス軍の少佐として従軍したロバート・ブルースが後にアッサム種として知られる茶を発見し、 中国から茶詩を招いて茶の生産を始めた。ヨーロッパで多く引用される。世界で最も頻繁に紅茶を飲むと言われるイギリスでは、朝昼晩の食事だけでなく、起床時、午前午後の休憩にもお茶を楽しむ習慣がある。このため、茶器、洋菓子なども発達し、洗練された。なお、紅茶の文化は18世紀にアイルランドに伝わり、2008年時点で、 国民一人当たりの消費量ではアイルランドがイギリスを抜いて世界一となっている。1日に数回のティータイムなど、紅茶はイギリス人の生活と深く結びついている。例えば核戦争が真剣に議論された1950年代には、もし核戦争が起こった場合、紅茶が不足するという深刻な事態が起こる。パンや肉と並び、紅茶の備蓄の必要性があるといった議論が、 政府内で行われていた。紅茶の入れ方は i s o 3 1百三によって国際標準規格として制定されている。この規格の元になった b s 6 0 0 8九百八十を九百八十年に定めた英国標準協会は九百九十九年度のイグノーベル賞文学賞を受賞した。九百七十二年に正論は国名を スリランカ共和国に変更したが、同年に、サエンの国有化を行った。スリランカのサエンが民営化されたのは1990年のことである。普及日本では1927年に国産の三井紅茶が発売された。1939年には日本紅茶協会が設立されている。外国産紅茶の輸入が自由化されたのは1971年である。 資格紅茶に関連する資格としては、日本草芸学院が認定する紅茶コーディネーター、日本紅茶協会が認定するティーインストラクターがある。紅茶に含まれる紅茶ポリフェノールに、風邪やインフルエンザに対する有効性があるとして注目されている。日常的に引用することに加え、紅茶を用いて、うがいを行うことも予防に有効とされている。また、虫歯予防。 食中毒予防、コレステロール、血圧効果、肌の老化防止等の作用もあると報告されている。カフェイン紅茶茶葉中には、重量にして3%程度カフェインが含まれる。この量は、コーヒーの3倍の量に当たる。しかし、1杯あたりに使用する茶葉、豆の量が異なるため、飲用時のカフェイン濃度は、コーヒーの方が高くなる。 紅茶の意味名字のカフェイン濃度はコーヒーに比べ半分程度とされるが品種や抽出条件により大きく変化するため厳密に評価するのは難しい。なお、紅茶に含まれるカフェインはタンニンと結びつくためにその効果が抑制されることからコーヒーのような覚醒的作用は弱く緩やかに作用する。タンニン紅茶におけるタンニンはエピカテキンや エピガロカテキンなどのカテキン類とそのモッシ食脂肪、エステル誘導体が主となっている。一般に、カテキン類は苦味を、そのモッシ食脂肪エステル誘導体は渋みを持つと言われる。生茶幼虫にも多量に存在する。紅茶製造においては、発酵過程において生成されるテアフラビンなどの赤色色素の染具体となっており、その抽出液の茶の湯の水色に、 大きな影響を与える。なお、タンニンは、ポリフェノール化合物の一種でもある。紅茶には、茶葉重量の11%程度タンニンが、含まれている。生茶幼虫に、乾燥重量に換算して20から25%、含まれる。生産量の面で主力となる変種のアッサム茶は、タンニンの顔料が、基本変種に対し1.2から1.5倍程度多い。 低食成分紅茶の茶の湯の水色は主に紅茶フラボーノイドによって決まる。紅茶特有の低食成分として知られるテアフラビンとテアルビジンがよく知られており、これらの茶の湯の水色に与える影響は大きい。この二つの成分が多いほど茶の湯の水色は鮮やかな濃い赤色となり良品とされる。後期成分紅茶の後期は リナロールやゲラニオールといったテルペン類による影響が強いが、その他にもアオバアルコールなどのアルコール類、アオバアルデヒドのようなアルデヒド類、ネロリドール、サリチル酸ガメチルをはじめ多くの物質が関与している。なお、リナロールやゲラニオールなどのテルペン類は生茶幼虫では配糖体など不揮発性の線具体として存在しており、これが胃腸や 発酵の過程で有利すると考えられている。胃腸の際、生茶葉に含まれるアオバアルコールやアオバアルデヒドは蒸散し、次第に減少していく。一方、細胞内の酵素の作用によりテルペン系の後期成分が集積してくる。茶葉に含まれるポリフェノールオキシダーゼの作用により、カテキン類が酸化重合し、テアフラビンやテアルビジンなどの赤色色色素が生成する。 これらの物質は茶葉にもともと含まれる紅茶フラボノイドと共に茶の湯の水色を決定する。また、この際、いくつかの好奇成分も生成される。乾燥における熱風処理でかなりの好奇成分が差酸一する。また、糖のカラメル化も起こる。また、水分量が激減するため製品の品質は安定する。紅茶の茶の湯の水色は 抽出に用いた水の高度により大きく変化する。香水はミネラルがタンニンなどと結合して沈殿を生じ、茶の湯の水色は定色成分と合わせて濃く暗い色調となる。炭酸カルシウム沈殿物とフェノール凝集体が浮いてくる場合もある。蜂蜜を入れた場合も蜂蜜中の鉄分がタンニン鉄を生じてやはり色が濃くなる。逆に、 紅茶にレモンを入れると茶の湯の水色は薄くなる。これはレモンに含まれるクエン酸が定食成分のテアフラビンに働き残ったテアルビジンの色のみになるためである。この変化は酸性によって働くためレモン以外の柑橘類、酢酸などでも同様になる。このテアフラビンはアルカリ性で逆に色が濃くなるがこれは先ほどのミネラル成分との結合とは 反応が異なる。茶葉に含まれるタンニンは、皮の飯にも使用されているほど、タンパク質と結合して変成しやすい成分である。紅茶では、口の中の粘膜に含まれる、タンパク質と反応し、これが、渋みの原因になる。タンニンは軟水に抽出されやすく、香水では、反応により口に入るタンニンが減るため軟水よりも、渋くならない。 このため、飲料水の高度が、比較的高い欧州では、緑茶よりも紅茶が好まれている。ただし、茶の湯に茶葉を浸している時間が長ければ、茶葉からタンニンが大量に抽出されるため香水と、家ども味は渋くなる。茶葉からタンニンが出てくるまでには、時間がかかるため、なるべく熱水で紅茶の茶葉を蒸らす時間を加減して、茶葉を早めに引き上げることで、 タンニンの抽出が抑えられる。タンニンはミネラルとも反応して沈殿を生じるため、特にタンニンのある紅茶を含む茶類の飲みすぎは貧血の原因になると指摘されることがある。すでに赤血球中にヘム鉄として取り込まれた鉄には影響せず、疾病を伴うものでない限りバランスよく取れば影響はない。しかし、タンニンなどのポリフェノール類は、 体内での働きや他の物質との相関作用はまだ研究途上であり、程度を超えた過剰摂取は体に良くない。風味には好みがあるが、理想的にはほどほどの無機物を含んだ中性に近い水が良いとされる。完成した紅茶は、pH5 前後のやや酸性の液体となり、風味のバランスが良くなる。蒸留水で紅茶を入れると、深みのない平坦な味になる。 ありがとうございます。